始めます。あ、そちらから見れますか、これ。大丈夫ですかね。ではですね、まあ、こういうタイトルで出させていただきます。東京大学の笹田です。ご存じない方がお分かりだと思うので、自己紹介させていただくとですね、まあ、東京大学というところに、東京大学の情報理工学系研究科創造情報学専攻というところで特任助教というのをしています。東京大学っていうと、まずリストラされない、リストラじゃないですね、倒産はしなさそうな会社ですよね。そこなので、ダラダラと、ダラダラとしてってこういう取られてるんですよね。余計なこと言えないですね。そこは気にしないで。そういうところで、特任助教ということをしています。特任助教というのは、助教というのは助手が名前変わって助教というのに既に変わりました。で、この専攻の目的なんですけれども、創造的なソフトウェアを開発する人材の育成ということで、英語もなんかクリエイティブインフォーマティクスっていうふうに言います。あ、ちなみにビデオを見ている方で、レイビズ勉強会でいらした方、同じことを喋るのですいません。でですね、ここの、専攻の特色がですね、ソフトウェアを作ると学位が取れる。大学院なので修士と博士しかないんですけれども、ソフトウェアを作ることによって学位が取れるというのは、なかなかない専攻ではなかなかない場所じゃないかなと思いますので、そういうところなので、私も学位が取れそうだな、博士の学位が取れそうだなというところです。で、その学位を取るために、発表してきた話が今日話する内容になっています。でですね、ラボは秋葉原の大ビルということで、先ほどお見せした写真ですね、その写真の13階のところにいます。なので秋葉原でですね、開門なので、疲れたらぜひ寄っていただければと思います。で、今日の本題その2なんですけども、冬季試験の受験者募集中で、願書が1月7日から11日までなので、ぜひ。で、社会人学生も募集中ということで、社会人学生大募集です。はい、手がかからなそうでいいですよね。で、こう修士がですね、修士博士ですね、取り損なったという方がですね、いらっしゃいましたらですね、ぜひ来ていただければですね、私は何もしないですけれども、勝手にソフトウェアを書けばですね、いいかなと。それです。学位を取っていただければいいかなと思います。もちろんですね、ソフトウェアを書いて、例えばワンライナー書いたら卒業とか、そういうことはもちろんなくてですね、何らかの社会的インパクトのあるソフトウェアということで、社会的インパクトのあるソフトウェアというのは、実はこう、現在よく行われているアカデミックなですね、こう高い山があって、その山のちょこっと上に乗っけるような研究とか、いや、それはそれでもちろん重要ですけれども、そういう研究よりも実は難しいんじゃないかという話があるんですけれども、それなりのインパクトを持つ、実際に使われる、役に立つソフトウェアを作れば修士号博士号が取れるというふうな、ことになっておりますので、ぜひご検討ください。はい、今日はもうこれでおしまいでもいいんですけど、私はまだ50分は持ってますね。で、VM、私、その Ruby の開発をしてるんですけれども、VM の開発をしていてですね、言語設計はしていません。言語設計はもちろん松本幸雄さんがやっています。あと、Ruby 会議や、日本 Ruby の会とか、Ruby ストマガジン。あ、22号もうすぐリリースって言って、もう出ましたね。出ました。はい。で、あと先ほどの2008年の筑波での Ruby 会議2008の運営などを今進めていて、さっきメールで、ウェブの公開予定、ウェブがそろそろ公開できそうだというメールが回ってきたので、フライングで見せちゃったという感じですね。はい。あ、で、Ruby 1.9 やってました。Ruby 1.9
1.9 ちゃんと、クリスマスに出ましたクリスマスに出ましたで、ちょっとデモをしようかなと思いますので、GMT になってたら何かあったんですか？25 GMT で書いてあったのがちょっと気持ち悪い。9時間ほどの猶予を。皆さん GMT ですよね。ビデオでは映らないかと思いますが、まあ、見れます見れます、うん、じゃあちょっとお手元にRuby1.9 の場合の、パッケージからまあなんかこうメイクゴルフってやるとですね、ビルドできなかったらどうしよう、なんでこんなに時間かかってるか分かりませんが、あ、そうか、ちょっとまだ分かってやっていて、これ一から見るのってちょっとあれですね、ここにしよう、もうちょっとたくさんです、まあ、メイク、まあなんかメイクゴールって意味が分かりませんが、まあそういうことをやっていただくとですね、まあ今作ってますね、ゴルビーというのができるんですね。このゴルビーというのは何者かというとですね、まあ、コンバージョンはルビーって書いてあるんですけども、そうですね、ああちょっと何やってるかよく分かんないですね、PRI どうやって書くと、まあ、風っていうふうに表示すると、これ一体何のことかというとですね、何のことかと申しますと、コードを見ていただけると分かりやすい、Ruby にはメソッドミッシングという機能があってですね、メソッドがなかったらフックするという機能があります。でその機能を使ってですね、まあ、点灯があっていればそのメソッドを呼んでしまうという、まあ、そういう機能で、Ruby1.9 の、 目玉機能となっておりますが、ゴルファー御用達というコードゴルフというスポーツ、紳士のスポーツがあったのをご存知でしょうか。私は全然知らないんですけども、まあ、いかにこう短くコードを書くかというコンテストですね、まあ、なんかすごい気持ち悪いコードを書く方がいらっしゃる、たくさんいらっしゃる、紳士のスポーツですね。そこにですね、まあ、そういう発行してしまえば、ルビーが一番になるんじゃないかみたいな話がですね、今年は2月に出まして、まあ、なんか、まあ、そういうですね、そういう機能があったらという、まあ、もちろん冗談ですね、冗談だったんですけれども、リリース直前の2月25日だったかな、になんかひょこっとこうゴルビーというのが入りまして、まあ、皆様のお手元にゴルビーが届いたということでですね、ゴルファーの方はですね、ぜひこれを使ってですね、最短記録を目指していただければと思います。はい、1.9 のデモでした。目玉機能が終わってしまったので、あとはまあ補足ですね。あ、補足はまあいろんなメディアでいろいろ出てるのでいいですかね。まあ、M17N がどうだとか、多言語対応ですね、多言語対応がどうだとか、メソッドの仕様がどうかあった、文法がどうかあったっていう。で、まあ、あと VM が入ったんですけど、まあ、その話は後でちょこちょことしたいと思います。で、リリース祭りって書いてるんですけども、これ2007年1月1日からトランク、1.9 ですね、その開発版のコミット数を、日付ごとに、マップしてるんですけども、まあ、大体10件ぐらい、まあ、ひょこひょこ高いところがあるのが、まあ、なんかあったんだろうなというのが分かると。で、この辺でですね、一回松江の方に合宿で行ってですね、まあ、なんか開発が進んでるなというのが分かる。でこの辺で Ruby 会議があって、Ruby 会議の前に集まって、合宿して、いろいろ頑張ったのが分かる。
この辺は何でしょうね。あ、この辺でも合宿をしたのかな。あ、私が水戸のおしまいで9月の、8月末までだったので、その辺で頑張ったと、ここで、開発合宿を松江でやったとか、まあ、そういうのがあったというのが分かると。では、問題はこの辺ですね。もうちょっと分かりやすく言うと、12月のマップなんですけれども、まあなんか、まあなんかすごいですよね。リリース祭りって感じですね。この25日のコミット数が90何件、100件弱ですね。というわけで、まあ、いかに Ruby の、これが Ruby クオリティというのが分かってきたのかというかなと思います。無理すぎ。はい、まあそんな感じで、じゃあ、まあ、真の本題ということで、話を始めたいと思うんですけれども、博士論文の審査をですね、先日やりました。で、7月の末日でですね、竹内幸先生ですね、創造情報学専攻というのは、竹内幸先生、リスクの神様がいらっしゃる専攻でですね、秋葉原には今神様がいるということなんですけれども、まあ、その竹内先生からですね、まあ、軽い感じで、じゃあちょっと博士論文出してみてというふうに言われて、まあ、ずるずるとですね、私博士課程を退学しまして、まあ、あまりこう真面目に研究してなかったですね、論文とかあんまり出してなくてたんで、まだ博士は先かなとか思ってたんですけど、まあ、ちょっと出しといてって言われてしまったので、まあ、頑張って書いてて、で11月26日に、校長会やったという感じですね。でレフリー付きの論文というのは 何本取ったんですか。レフリー付きの論文というのは情報処理学会のプログラミング研究会というところで、うん、2本 Ruby の論文を通しています。で、普通私の場合ですね、課程博士ではなくて論文博士になって、うん、まあ、5本必要だというふうに、まあ、よく言われる基準なんですけれども、まあ物があるからいいでしょうって感じで、まあ、そこが創造情報学かなというところで、まあぜひ、皆さん来てくださいというご検討くださいというところなんですけど、この主査副査を見るとですね、ちょっとありえないわけですよ。何ですかこの人たちっていう、まあ、竹内幸先生もまあいいですね。で、平木圭先生って HPC 系の方だったら皆さん知ってて、この間のグレープの話、グレープ DR の話は平木先生のプロジェクトでもあるという感じですよね。あと萩谷雅美先生、萩谷先生ですね、萩谷先生、って感じですよね、このメンツで、まあ、稲葉真理先生、平木先生と一緒に、いろんな HPC 系の方やっている、あと千葉茂先生、東工大の千葉茂先生って、って感じですよね、ちょっと勘弁してくださいって感じなんですけど、まあ、そういう素晴らしい先生方にですね、ちょっとお恥ずかしいものを見せてしまったなという、まあ、そういう話です。はい、まあ、今日も再利用するんですが。というわけで今日の趣旨なんですけれども、博士論文で私が何を言ったかっていうよりは、博士論文で私が何を言われたかっていう話をですね、まあ言うって感じで、まあ研究と言いながらですね、私趣味でこれを作っていたので、まあ一体何を作ったか、それでその趣味に対してどう突っ込まれたかという話で、をします。でプレゼンテーション内容に関しては11月26日から変わっていないのでご了承ください。で、背景と目的ですね。はい、まあ博士論文だからですね、なんかこう Ruby 作りました、 Ruby 遅いから早くしました、万歳じゃダメだっていうことですね、まあ、なんかこう脳がき立てないといかんということですね、まあ、いろいろ考えてですね、まあ、スクリプト言語は大事なんだよということでですね、なんかこの辺の論文をですね教えてもらって、21世紀はスクリプト言語大事っていう論文があって、あ、これは使えるということですね、その辺からこう適当に引っ張ってきてですね、スクリプト言語っていうのは実は昔からあって、こう OS360 の時代はジョブコントロールランゲージとかあってとかなんとかで、今はこうパール、JavaScript なんかのこうインターネットで使われる言語で、スクリプト言語がすごく素晴らしい、よく使われててすごく大事なんですよとか、なんかそういう話をしてですね、知らんって感じなんですけど、まあスクリプト言語のところ
徴っていうとやっぱり動的とか型がないとかいうところなんですけれども、まあ、そういう言語はやっぱり作りやすいっていうところで大事だねって話をしてました。でまあなんかこういうそういうところですね、まあ、なんかこう比較とか書いてみるわけです。表とか出すとやっぱりなんか研究っぽいですよね。で、まあ、なんかこうこんな風にですね、まあ、並べてみたと、まあ、C とか Java とか、スクリプト言語、なんか私が知ってそんなやつをこう並べてみたんですけど、じゃあなんで Lisp がないんだとかいう風にですね、まあ、言われるような気もするんですけれども、あのメンツの前で私が Lisp を喋るのかっていう喋れませんということで、まあ、そこでですね、苦肉の策としてですね、こうよく使われるって書いてあるですね。まあ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 こういう感じですね。まあまあ、リスプはちょっと置いといてということでしてですね。まあ議論したんですけども、まあ結局 Ruby は遅いよねっていう話をここで言ってます。まあ、この辺の機能がですね、まあ、Ruby だけ二重丸はいかがなものかっていうのはですね、皆様のご反論あるかと思いますが、まあ、そこは、まあ、軽く流していただければと思います、はい。で、まあ、Ruby はすごいよって話をして、で、まあ、C Ruby ダメだねって話をして、何がダメか、何がダメかというと、まあ、構文儀を再帰関数で買った再帰関数でたどる処理系ということで、まあ、要するに非常に、ナイーブな処理系ということですね。で、あと並列化できないっていう、Ruby 1.9 に並列化のスキーム入ってないんですけれども、私のやったこの研究では一応並列化までやりましたという話なので、そういう並列化できないのいかんよと、いかんってあんまり自分では思ってないんですけれども、まあ、いかんよっていうふうに言わないと研究成り立たないので、いかんですねって書いて言ってるわけです。で、ジョイルオンソフトウェア書いたジョイル・スポルスキーさんがですね、まあ、Ruby 使ってたら死んじゃうよねって書いてあって、ってもうなんかそういうことが書いてる。じゃあ Ruby 早くしましょうというふうに、まあ、ここまでですね、もうやったことに関し対してここを考えるのが一番大変だった、ここまでを考えるのが一番大変だったんですけども、まあ、なんか遅かったの早くしました、はい。こういう Ruby のバーチャルマシン化ですね、バーチャルマシン化とあと並列化によって高速な Ruby 処理系の実現をしましたというのが私の博士論文になりました。先ほどレフリーがあった論文が何かで何本かって私2本で答えたんですけども、一応別の研究でですね、2本他で通しているんですが、そちらはちょっと Ruby とは関係なくて、博士論文としては、Ruby で統一した方がいいだろうということで、まあ、これ、Ruby だけで勝負をするということになりました。で、まあ、目的なんですけれども、まあ、ここを並列実行できるようにして性能を上げましょうという、で、VM 化によって性能を上げましょうとか、まあ、そういうふうなのが目的になります。で、実際どんなふうなことをやったかですね。この図もだいぶ使い回してるんですけれども、Ruby のプログラムを構文解析機にかけて抽象構文儀にして評価機で実行するという、まあ、非常に教科書に載っていたような、構造ですね。まあ、そういうインタープリターが今のというか 1.8 までの Ruby の処理系でした。で、具体的にどうやっているかというと、こういう A イコール B プラス C という式があったときにですね、まあ、それぞれがローカル変数だと思ってください。まあ、大体こう構文儀って言ったらこう A イコールでその左辺値があって右辺値は何かっていうと気になっていて、で Ruby の場合プラスっていうのはメソッドディスパッチなので、メソッドディスパッチの式が入ってて、メソッドディスパッチで、レシーバーは B で引数が C でとか、まあ、こんな構文儀になるわけですね。でこんな構文儀をですね、再帰関数でまあこういうふうにたどっていくわけです。こう A イコールだなってでこう下見てって、こうローカル変数 B を取るという B を取るという処理をやってで戻って、で次 C を取るって処理をやって、で B と C を使ってここで処理をやって最後にこれができたという、まあぶっちゃけこんな感じの処理の方式をしていました。でそこでですね、まあ、YARV というのを作りましたという話ですね。仮想マシンってここで言うとですね、
あの VMM、VMAM とか Zen とかそういうところをあの思い浮かべる方も多いかと思うんですけれども、こちらの場合は、Java のバーチャルマシーンが、比較的有名だと思うんですけど、まあ、そういう、言語用、特定言語用の、仮想的なマシーン、あの先ほど言った VMWare とかっていうのは現実のマシンを仮想的に実現するということですけれども、今回のは、Ruby 用の新たに設計した仮想的なアーキテクチャを、ソフトウェアで実現しているという、まあ、そういうところに違いがあるんですけれども、まあ、そういうのを作りましたと。で、仮想マシンにするとですね、まあ、いろいろと早くする工夫というのができるので、早くしました。でですね、ここでまあ大事なエクスキューズが入ってるんですけども、 C 言語実装って書いてあるんですね。こういうことをやるとですね、まあ、大抵じっとやんないとかですね、まあ、いろいろと言われるんですけども、まあ、ぶっちゃけじっとめんどくさいからやってないんですけども、まあめんどくさいっていう博士論文のあれで言えないのであの、まあ、C 言語実装して、まあ、一般的に早くするという方針でやったという感じですね。まあ、あの一般的に早くするといってもですね、まあ、95% は X86 だろうという話があるかと思うんで、X86 だけは今後やっていきたいなと思っていますが、はい。で、あと VM 生成系というのを作ったんで、まあ、そういうのを利用して効率的に VM を実装しましたという話ですね。で、さっきの構文解析の次にですね、コンパイラーが挟まっていて、そのコンパイラーがですね、命令列、YARM の命令列を作ってですね、あのバーチャルマシン上の、ISA、インストラクションセット上の、を利用した命令列に変換して、それを VM 実行するという構想にしたなっています。で、ここのですね、命令列に変換することですね、まあ、要するに、ツリーがシリアルな、アレイになるわけです。なので、まあ、いろいろ解析がしやすくてですね、あの C に落としたりとかですね、機械語に落としたりというのが今後できるよという話です。あのここは一応作って、手元にはあるんですけれども、まだお人様にお見せできるバージョンにはなっていないので、まだ封印しています。で、あ、そうそうそう、あのですね、スタックマシンとレジスターマシンどっちがいいのよって話で、実はですね、この人の論文がですね、2007年11月に博士論文を書い取ったというのがウェブで見つけてしまってですね、あの2005年の論文をもとに、まあ、この人が博士論文を取ったという話なんですけど、まあ、非常にあの偶然の一致なんですけれども、まあ、その人がですね、あの、レジスタマシンで作った方が早いよって言ってるんですよね。早いバーチャルマシンを作ることが目的なのに、こう早い、レジスタマシンの方が早いよって言われてしまうと、私スタックマシンを採用したというので、あのちょっと良くないですけれども、まあ、レジスタマシン実際やってみないと分かんないんですけれども、まあ Ruby の場合はスタックマシンの方が早いかなというのが、私の見解で、レジスタマシンが早いっていうのは全体の命令数が短くな、小さくなる命令数ですね。命令帳は長くなるんだけど、あ、命令帳というとは要するにですね、デスティネーションとかソースレジスターとかを指定するため1命令が長くなっちゃうんですよね。1命令が長くなるけど命令数が減るっていうのが、トレードオフなんですけども、スタックマシンと比べてトレードオフなんですけども、Ruby の場合ですね、メソッドエレメントがたくさん出るので、あのレジスター上で計算できることって、結構少ないではないかという予測でですね、まあ、スタックマシンでいいんじゃないのっていう、まあ、ここではそういうふうに言ってます。はい、はい、レジスタマシンというのは仮想的な、レジスタマシンをで、作るということで、例えばあのあの Ruby ではスタックマシン使って、YARM でスタックマシン使ってますけども、パール6の VM パロットっていう、まだパール6は出るんですか、佐々木さん。パールズの実装はある。パールズの実装はある。パロットっていうのはパール6に作ってるんですけど、それはレジスタマシンに使ってるんですよね。要するにあのスタックマシンって、あとで見せますけれども、あのスタックを主に使って計算していくんですけれども、レジスタマシンは仮想的なレジスタを使うような計算モデルを採用していると。で、ルアーの VM も確か、スタックマシンなんですね。スタックマシン優勢っていう感じなんですけれども、あ、ごめんなさい。はい。あ、はい、もちろんもちろん。あ、レジスタマシンっていうのは、
か、次を見せた方がきっと早い。スタックマシンっていうのは、まあ、計算対象がスタックであるということで、あの、スタック上でしか計算ができない。レジスタマシンでは、こう、このレジスタに入れてっていう操作がありますよね。でそれが一切ないのがスタックマシンです。であるのはレジスタマシン。で、もちろん メソッドを呼び出すときには、コンベンションによってこのレジスタには引数が入っているよっていうことはできるんですけれども、まあ、一般的にはスタックに積むということが必要になります。ですので、Ruby の場合もそれが必要ではなかろうかということで、Ruby の場合はそれが、まあ、大量にあるからレジスタマシン意味ないんじゃないのっていうのが私の主張で、本当かどうかは分かりません。やってみようとか。ところが、レジスタマシンの方が早いというふうに言ってる人は、どういう言語を、はいはいはい、対象にしてですね、Java と OCaml で試しています。Java のバーチャルマシンをレジスタマシンに置き直したとか、まあ、そういう話をしてるんですけども、まあ、要するに何が早いかっていう と、命令数が少ないとメソッドディスパッチが少ないんですよ。命令ディスパッチが、バーチャルマシンのオーバーヘッドの大きなところに命令ディスパッチのコストがあるので、命令数が少ないレジスタマシンの方が、有利だということを言っています。はい、っていうのがなくなるだけ命令数っていう。そうそうとも言える。はいはいはい。はい。まあでもそれを言うと、そういう単純な例だと、レジスタに1入れて、レジスタ B に2を入れて、足し出してっていうのは3命令で、どっちも3命令になるんですけども、もうちょっとこう、複雑な例だと、じゃあこの値取っといて、こっちを使ってっていうことになるので、まあ一般的に少なくなるというふうに言われています。でまあ、レジスタローテーションとか使ってたら、はい、レジスタローテーションとか使ってたら、はい、あのレジスタにどの値をロードして、でその値を、なんか呼び出しの後で、はい、元に戻すとか、はい、そういうような人がいらなくなるんじゃないか、はい、スタックマシンだったら、あれじゃあレジスタアノテーションかっていうのか、レジスタローテーション、レジスタウィンドウみたいなこと、やりたくないですよ、そんなの。いや、できると思います。もちろんできると思います。で、作るときもきっとそんな構造になるんだろうなという、ぼんやりしたものはあるんですけども、まあ、スタックマシンでこれまで作っちゃったんで、こう、とにかくスタックマシン有利って言わなきゃいけないので、ここでスタックマシン。で、こう、レジスタマシンで何がいけないかって、もう一つが、やっぱりコンパイル時間かかるんですよね。そういう、レジスタの解析とかやってるとですね、例えばこの範囲ではレジスタ使わないやとかやってるとですね、やっぱりインタープリッターとしてはちょっと致命的かなっていうのはあるので、実際作ってみないと何とも言えないんですけれども、まあ、ここではスタックマシンの方が有利だと。スタックマシン、そのコンパイル簡単なので早いんですね、はい、だけど、まあ、スタックマシンの方が有利と思ってください。で、作ったのが、はい、レジスタマシン、まだ言いますか、はい、すごい、はいはい、作って 1.4 倍早い、はいはいはい、スタックマシンを書くと博士論文がもらえる。あ、もちろん。うちでは取れますよ。うちじゃなくても取れると思いますが。はい。いや、機会があったら作ってみたいなと思うんですけどね。1.9 のメンテナンスとかなければ。作った結果がこんな感じで、スタックマシンモデルを採用して55命令になりました。この55命令っていうのはちょっと多すぎなので、今後減らしていこうと思ってるんですけども。あ、減らしていくってこう、プロセスアーキテクチャの命令ちょっと今から削るわっていうとちょっとなんか見なきゃって言いますけれども、ま、ヤルブの場合はですね、まだ開発版という、1.9.0 はまだデベロップメントリリースということで、まだいろいろといじりたいということで、ディスアセンブラーは入れてるんですけど、アセンブラーは実は入れてません。それを仮定して作ったソフトウェアがすでにあるといけないかなと思って、そういうところは入れてません。もう C レベルでは使えるんですけれども、 Ruby レベルには出てきていないようになっています。で、Ruby のパーサーをそのまま利用して、Ruby のパーサーが作った、抽象構文義をコンパイルして、変換すると。で、まあ、ここでですね、コンパイラレベルでできる最適化というのはいろいろとして、まあ、単純な例だとピープホール最適化みたいな、まあ、この命令削れるじゃんとか、この命令こっちにした方が早いじゃんとか、まあ、そういうのをやったりとかしています。55命令って Java とかドットネットで少ないんですか、ね、はい、そうですね。で、Java とかだと命令いっぱいいっぱい、1バイトコードにしたいということで、まあ、255個っていう制限が確かあるんですよね。いや、もう本当は拡張でのもちょっとあるんですけど、拡張っていうとちょっと語弊があるかな、
であるんですけれども、ヤルブの場合は、55命令に、まあ、それはそれで少ないんですけれども、例えばですね、Java の場合、プリミティブ型っていうのがありますよね、あのイントとか。で、Ruby の場合は、イントとかいう特別扱いはないので、その辺は一切ないんですね。Java とかだと、iAdd っていって、あのイント命令型の、あ、ごめんなさい、イント型の値を2つ足し算して、スタックに置くっていう命令があるんですけれども、そういうのが一切ありません。55命令ってのは先ほど命令は入っているんですか？はい、はい、ないです。ね、多分インターネット中継をしている人は、質問の声があんまり聞こえないだろうから、はい、笹田さんは同じ、はい、分かりました。繰り返してあげると優しくなるな、はい、聞こえてないですか？誰かチャットで聞こえてない？聞こえてる。なんとか、じゃあ大きな声で喋ってください。はい、質問は。それをこれから喋ります。もちろんそういうことはやりますね。で、55命令は少ないかというと、じゃあそんなことはなくてですね、あのすごいちっちゃなスキームコンパイラー作ったら、10命令ぐらいになるっていう話はあるんで、まあ、減らしていきたいなと。で、この命令の中には例えばですね、あのクラスを定義するとか、そういうめったに起こらないような、あの実行の初めぐらいにしか起こらないような命令もあるので、例えばそういうのはメソッドに落としてしまうとかっていう風な最適化というか、まあ、命令を減らすことを考えています。あの命令が多いと何が嫌だって、実行コンパイラー作るのがめんどくさくなるんですよね。はい、で、スタックマシンがどんなのかというと、さっき、言ってたんですけど、あ、そう、さっきはツリーだったのを、まあ、こうシリアルな形にしたと。で、こう、まあ、これをですね、Java の VM 知ってる人が見ると、ね、まあ、そのまんまじゃんって言われるんですけど、まさにそのまんまです。あの Java の VM になんでこんなに似てるのかっていうとですね、あの私が Java の VM2 回ぐらい実装してるからということで、かなり引っ張られてます。で、まあ、ネーミングコンベンションはかなり違うんですけどね。で、この命令やると、B をここに取ってスタックに置いて、C をここに置いてっていうことをやってですね、で、センドっていうのはプラスをディスパッチするっていうことでね、プラスメソッドをディスパッチするって形でやると、B プラス C がここに置かれると。で、最後に、セットローカルと命令で、ここにこう置くと。はい。で、このスライドにですね、実は一番苦労してる、このスライドで言うことを実は、こう、Ruby の VM の開発で一番苦労してるんですけど、一番 評価されない部分ですね。あって当然という部分なので、そのあって当然実装するのが非常に難しい。あの最適化っていうのは実は1日や2日でこう実装できてしまうものもあったりするので、本当はあのそんなものよりもこっちの方がよっぽど大変なんだよということなんですけども、はい、GC とかオブジェクト管理ですね、まあ、これも美味しいところなんですけど、そこは CRuby と同等になってます。で、スタックマシンはまあ、仮想的なレジスター、さっきレジスターマシンじゃないって言ったんですけども、それでもですね、プログラムカウンターをどこに、持っているところとか、スタックポイントを持っているレジスターとかあるので、まあ、そういうものを持っているレジスターがある。あと、LFP、DFP、CFP ってあるんですけども、要するにフレームを管理するっていうのはすごく大事なんですね。Ruby ってブロックがあって、クロージャーがあったりしますけれども、それをちゃんと実装するというのは非常に難しかったというのが、Ruby で一番、難しいというか、キモいところ、キモいコードっていうのがそこになります。無理はどういう意味ですか？肝心な、はい、肝心な、あ、見てキモって思うっていうのなんですけど、要するにポインターがエンタングが大量にある、あのこれにスライドにあったかな、ないですね、これ書いていいですよね。いいですよ、いいですよ。なんかこうスタックに積んでって、あのメソッド呼んだらこうメソッドフレームができますよね。で、例えばここって持ってたんですけど、ブロックとかやるとここに保存してあったやつがヒープに置かれるわけですよ。そうするとなんかこの辺でこんな風にやってたのが、これを全部こっちにしなきゃいけないとか、気もそうでしょ。そのキモさを表現するスライドはちょっと今はないのでやめときますが、まあ、要するに1ヶ月デバッグにかかったという形ですね。それが言えば簡単ですね。はい、
で、さっき値をスタックに積むっていう話をしてたんですけども、まあ、非常にシンプルなスタックマシンなんですけども、フレームっていうのを、まあ、スタック構造してるわけですね。関数フレームってこう関数読んだら積んでいくっていう。でそれを表現するために、C 言語ではまあ大抵1本のマシンスタックの上でそれを管理してますけれども、YARB の場合は、2本スタックを用意して、1つが普通の値用のスタックでこういうふうに積んでいって、もう一つですね、そのフレームを積むためのなんか、スタックを用意してですね、今どこのプログラム、今どこのフレームを指しているかというのは、こっちのフレームに指しておいて、なんかこんな風に刺さって、ポイントしているとか、なんかこんな感じの構造になっています。で、2本にするとですね、例えばスタック、ちょっと今中継切れたみたいなんで、中継を切れたから止める？ちょっと待って。止まってるよね。止まってる。いいとこだったのに。なんかこう再開したら全然違うこと喋ってる。とりあえずあそこの止まってるのと同じ姿勢になってください。あ、じゃあまあどうでもいいことで、スタックオーバーフローって出たからね。あのスタックオーバーフローを検知するというのは、スタック2本あったら2倍そのスタックオーバーフローにコストがかかるんじゃないかと思ってたんですけども、いや、そんなスタックオーバーフローのチェックなんてこうポインターの演算というか計算だけですぐ済むんですけど、まあ、でも嫌だったので、さっきの構造をですね、あのこっちから値スタックを積むようにして、こっちからフレームスタックを積むようにしてですね、まあ、こことここのポインターをこう比べれば、まあ比較できるように、スタックオーバーフローの検知ができるようにしてます。はい、まあ、非常にどうでもいいことですが、これだからすいません。あと3分ぐらいかかります。なんで3分っていうのは分かるんですか？起動して、さっきセットアップできて、画面が出るまで3分ぐらいだった。ああ、なるほど。じゃあ、まあ、気にせず続きましょうか。質問が一つあって、今の実装だとスタックって何本あるんですかっていうのが。今の実装はマシンスタックがあって、マシンスタックに実はたくさん情報を積んでるんですね。で、そこに、7本とか言ってました。RHG という Ruby ハッキングガイドという書籍があって、まあ、ググると分かると思うんですけど、そこには7本と書いてありました。私もよく知りません。厳密に言うと、YARB でももう一本増えるんですけれども、そこはカウントしない方がいいかなと。はい、で、また面倒くさいですね。例外の話ですね。例外処理って難しいんですよ。例外的にしか発生しないのに難しいってどういうことよって感じなんですけど、今 Ruby の 1.8 だと、セットジャンプ、ロングジャンプで、例外が起こるか、起こってトラップしなきゃいけないところっていうのは、例外、セットジャンプをして、そこで、例外が起こったときにそこに飛んでいけるようにしているんですね。要するにですね、例外が起こらなかったときに毎回セットジャンプしていると。それは無駄なので、コンパイル時にですね、ここからここまでのプログラムカウンターで例外が発生したらここへ飛ぶっていう表さえ作っておけばいいわけですよね。で、まあ、それを JavaVM なんかでは実装してるんですけども、YARB でもそういうふうに実装しました。ただし、C 言語のインターフェースですね。C 言語から Ruby 読んで、Ruby から C 言語読んでっていうことをやってると、それだけでは済まないので、その部分に関しては、セットジャンプも、ロングジャンプも流用するという、実装方法になっています。ここはちょっと、実装の深いところなので、まあ、ふーんと思っていただければ。あ、文字中継。これから最適化の話なんですけども、15分しかないですね。余計な無駄なことたくさん喋ってる。命令のディスパッチ、要するに VM の命令ってどんなことをやるかっていうと、命令列からフェッチして分岐して、命令オペランドフェッチして、スタックオペランドフェッチして、命令の処理をやって、スタック上へ結果を書き込む、プッシュですね。で、プログラムカウンターを進めるとかでやるんですけれども、まあ、これそれぞれにオーバーヘッドがかかるので、一番簡単なのは命令数を減らすっていう、さっきのスタック、レジスタマシンするって話にもつながるんですけども、まあ、そういうものから、まあ、それぞれどういうふうに減らしていくかっていう話で、例えば命令ディスパッチ、要するに分岐ですね、分岐の部分をどうするかっていうんで、例えば C 言語を実装する、素直に実装すると C で、スイッチケースを使うっていうケース分に、各命令の処理を書いておいてぐるぐる回してやるっていうのが一番単純なんですけども、それだと、まあ
いろいろと嫌なのでダイレクトスレッテッドコードを使うとか、まあ、そういうことをやってます。で、インラインキャッシュを使って、メソッドの呼び出しを早くするとか、まあ、なんとかかんとかやってるんですけれども、まあ、今日はこの3つ、命令融合とスタックキャッシングと特化命令の話をするということです。で、さっきのあのイント特別扱いっていう話はまさにここでやってですね、まあ、1たす1を毎回メソッド呼び出しするのが遅すぎるということで、メソッドの本体の処理っていうのは1たす1をするっていう処理ですけれども、その1たす1をするっていう処理は、まあ、機械語だったら1命令なわけですよ。で、その1命令のためにですね、メソッドディスパッチのする処理数千数万命令をするっていうのは、まあ、非常によろしくないわけです。で、それよろしくないので、まあ、その復帰しました復帰しました。はい、こっち来ないですね。リロードしないとダメかな。リロードするか。まあ、続けましょうか。インテジャープラスなどと数値計算などで、で、A プラス B っていう処理があったときに、毎回、メソッドディスパッチをするんではなくて、A プラス B という処理が、その線度なんとかではなくて、オプトプラスという処理に、命令に変換してやります。これコンパイラーでやるんですけども、で、そのオプトプラスって何やるかというと、そのA と B、2つの引数、引数とレシーバーですね、それぞれに対して、お前は引数、整数であるかっていうのを確認して、でもし整数だったら、その後にですね、Ruby の場合、インテージャープラスが最定義可能なので、インテージャーじゃないですけど、フィックスナンプラスが最定義可能なので、フィックスナンプラスが最定義されていないかっていうのを確認した後で、もしそう、ちゃんとこれらのパスして、ただの 1+1 は2っていう、やつだったら、まあ、それをそのまま返して、そうでなかったら普通のメソッドとして呼び出しをするというふうになっています。で、これだけを見るとですね、整数しかやってないのかということになるんですけど、もちろんフローティングとか、よく出てくるプラスの処理はこういう感じで特別扱いをしているという感じです。これ、ね、よく出てくるというのはどうやってよく出てくるっていう、はい、経験則なんかプロファイリング取ったとというか、あの要するに Ruby って、ヤルブってマイクロベンチマークだけ早いじゃんってよく言うじゃないですか、うん、あとメディアでよく書く書いてもらっているところもあるんですけども、要するにマイクロベンチマークを速くするためにいろいろあ、この話は後でちょっとします、はい、あとですね、命令をそもそも短く命令数を少なくすればいいんじゃないということで、あのよく出てくる命令ですね、例えばこうなんかこう put to true っていうふうにですね、こういう命令っていうのはよく出てきそうですよね。なんか要するにスタックに true を積むっていう命令、それだったら put true という命令を作っちゃえばいいじゃんっていう、まあ、Java の VM でもいくら、Java の命令だと iload1 とかいうふうに、あのその256バイトで、あれ256命令で積めるだけそういうのを積んでるんですね。 iload1、iload2、iload3、iload0 があったような気がするんですけども、もうちょっとあったかな、インテジャーだったらそんな感じでよく使われる、そのプッシュする命令というのが特別扱いされているんですけど、ヤルブの場合はその命令セットに一切入れなくて、後でこれを、これ命令生成系によって自動的にこういう命令を、作るんですけど、まず命令、最小限の命令セットを作っておいて、後で、それをくっつけていって早くするということをやっています。で、これでは、さっきの iload1 みたいな感じで、put to true みたいな命令を作る。で、こっちは、A と B という命令がたくさん出てるんだったら AB という命令作ればいいじゃないということで、そういうのをやると。で、この AB というのをどうやって選ぶかというのは、まあ、ベンチマークを見てやるという。で、まあ、さっきジョークっぽく言いましたけど、これは正しいアプローチで、自分で使いたいアプリケーションに応じて、多分この A とこの A と B とかっていう命令はいろいろ変わると思うので、その辺は、プロファイラーを一応入れているので、それを使えばできることになっています。建前は、はい、それって勝手にユーザーが切り替えれるんですか、それとも神じゃないと変えられない？ですね、ビルド時に変えられる要するに Ruby をビルドするときに変えられる。だから、このアプリケーション、要するにですね、フィボナッチ用 Ruby とかができるわけですよ。それって、はい、コンパイル時か。はい、コンパイル時なんですね。スクリプトを書かせたときに自動的に作るとか。で、そこら辺はですね、ジットコンパイラーの領域ですね。はい、あ、ごめんなさい、よくあるのは、プログラミングオプティマイゼーションっていうやつで、
最近のコンパイラーだと、要するに GCC がそれをフィードバックでってことね。まさにそれはギルド人の話ですよね。そうすると、このヤルブで実行時のプログラミングを取るという機能はある。ビルド時にオンオフできる。で、オンするとプログラミングしてくれる。ですね、例えばこれをするために N グラム入れてるんですよ。バイグラムなんですけども、要するにこの命令とこの命令がどれくらいたくさんつながってるかというやつですね。があるんで、まあ、それを見ていただければなと思うんですけれども、まあ、ただあのプラクティカルには、コンパイルされた命令列を見てというかですね、まずプロファイリングを普通のプロファイリングとってここは重いと見つけて、でこのでそこの短い部分に対してこう命令列をじっと見て、あここをくっつけたらいいんじゃないとかいうふうなのを見ていただければなと思います。で、はい、最初から決めずにビルド時に作って、はい、そうです、はい、そういうふうにしています。でその話は後でします。後でします時間があれば時間があればちょっと下がりましょう。で、スタックキャッシングですね。スタックキャッシングの話難しいからやめましょうこの論文を見てくださいっていうやつですね。あのスタックトップをレジ特殊なレジスタにしておいたら速くなるよっていう、単純にはそういう話です。詳しくはこの論文読んでください。で、はい、ミレージキサーがキャッシングしてる。はい、今やります。どうやって見てください。どうやって2で決めたんですか。はい、決めた2に決めた理由、2に決めた理由は3だと1だと少ないという感じ。はい、2で十分だと思う。3だとですね、命令が爆発するんですよ。あ、そっちがエボリングサーバーになっていいから。で、スタックキャッシングの命令にですね、コンパイル時に変換して今スタックに何も積んでいないので、このレジスタ A に、スタックトップに積む代わりにこっちに積むということになります。さっきの、足し算の話ですね。でこうするとレジスタ A に入ります。でレジスタ B に対してですね、まあ、同じように、スタックに積む代わりにこっちに、まだ空いているのでこっちに積む。で、ここでセンドってやってるんですけど、このプラスっていう命令はオフトプラスに変わってるので、例えばこれとこれが整数だったら、もうレジスタだけ の演算で済んでしまうので、一切スタックには触らずにこの計算は終わるという、まあ、そういう話ですね。要するにこれレジスタマシンじゃんという話なんですけど実行時に、まあ、スタックマシンモデルでレジスタマシンのいいとこ取りをしていると思っていただければなと思います。はい、で、VM 生成系を利用しています。 VM 生成系というのは何かという話をですね、まあ、D論の発表だったので関連研究とか入れてるんですけども、まあ単純にこう文字列を貼り付けたりなんなりしているという感じですね。で、さっきですね、なんかオペランドを融合したり、命令を AB を融合したりとか、あとスタックキャッシュの命令がなんか5命令いるよとか、なんかそういう話をしたんですけど、それをいちいち手で書いているよりは大変なんですね。で、手で書いていると大変なので、まあ、その辺はシンプルな命令セットを置いておくことで、まあ、自動的に生成させるようにしましょうという話です。で、具体的にどんなものをするかというとですね、まあ、ディスクリプションランゲージと書いてあるんですけど、C に毛が生えたものに対してですね、VM 生成系を加わせると、まあ、VM のコアを吐きます。コアを吐きますと言うと嫌ですね。バーチャーマシンのコアのコードを、作ります。で、コンパイラーですね、要するに VM から、コンパイル、AST からコンパイルするときに使う情報というのは こいつが生成します。要するに、どの命令があるかっていうのを一時コンパイラーに指定する。例えばこの命令の、命令オペランドは何個かとかっていうのは、そんなの機械的に調べてほしいわけですね。というので、まあ、そういうことをやってます。で、あと、まあ、AOT、C のコードに吐くときに、まあ、これを利用して Ruby のコードを C のコードに吐くとか、あとアセンブラディスパーセンブラーっていうのはこれから簡単に生成できるっていうのはすごい分かりますよね。で、あとドキュメントも、例えば、この命令はこのスタックをコンシュームしてスタックに最後プッシュするとかいうドキュメントを簡単に作れる。で、ビリファイア作ろうと思ってます。はい、で、具体的にどんなことをするかっていうとですね、VM 生成系というのはまあ大体こんなコードを書いてですね、C のなんか、関数定義になんか3つ引数がいるようなイメージって書いてます。で、命令オペランドっていうのは命令列からフェッチする、値。で、スタックオペランドっていうのはスタックからフェッチする値。で、最後にこの3つ目がですね、キモくてですね、最後にプッシュする値。なんですね。で、これを宣言しておくと、要するに命令列から何個取ってっていうのがこれで、命令帳が分かるわけです。
命令帳っていうのは、命令の一つ1命令の長さですけど、1命令の長さが、命令を示す値プラス命令オペランド1個ということが分かります。要するにこれはサイズが2個っていうことですね。で、あのスタックから2個取ってくるっていうことが分かる。で、最後にスタックプッシュすることが分かるので、これで何をするかっていうと、プログラムカウンターをプラス1から C を取ってくるっていうコードをここに入っておいて、スタックから1個 Y に、スタックからポップするっていう処理を入れて、で、最後に、この実行して、でこの実行にアンスっていうのがあるんで、このアンスっていうのを最後にスタックにプッシュするっていうことをやってます。で、ここのコードを自動的に生成してあげるってことですね。あと最後にプログラムカウンターを、この場合1個進む。ここで2個進めてますね。要するに、命令を示す値と命令オペランド1個で、プラス2ってやってますね。はい、こういうふうにやると、まあ、分かる、要するにこの辺の処理というのは自分で書きたくないので、まあ、生成器を使ってあげたという感じですね。はい、だから書くとき、自分はここの実際に何がやりたいかだけを書けると。書くことに集中できると。で、同じようにですね、この命令 と、命令オペランド5というのを融合させろというのは、こういう命令を勝手に出力する。要するに、ここではですね、何と何をくっつけてねっていうのは人間が指定してあげます。で、でくっつけた命令っていうのは、勝手に出てきて、で、コンパイラーはですね、これとこれのセットを見つけたらこれに変換するっていうコードをコンパイラーの中に、生成器が作ったコードが埋め込まれるということになっています。はい。で、まあ、そういうことですね。はい、あとスタックキャッシング用の命令も、5命令、まあ、バーッと作ります。で、実際もうなんかこう時間も時間ですけれども、そうなんですね、この875命令にこう爆発しちゃうんですよ、すぐ。で、875命令って、VM の1関数ってどういうふうに作ってるかっていうと C の1関数です。あ、 VM のエンジンっていうのは C の1関数で書いてあるんですね。 C の1関数に875命令が積み込まれてるっていうのはどういうことかというと、5万行ぐらいの C の1関数になるわけです。5万行の C の1関数というのはコンパイルするとまあどうなるか分かると思うんですけども、まあ大変なので、これちょっとよろしくない。で、いろいろな意味で よろしくなくて、ビルド時間はまあ作る人が我慢すればいいかって話なんですけど、命令キャッシュミスとか起こっちゃうと実行時のオーバーヘッドになってしまうちょっと問題なので、この辺は命令削減をする手法というのは提案されているので、しなきゃいけないなと思っています。で、さっきですね、このさっき55命令だって、こっちは52命令というのはこれちょっと古いからなんですけども、52でもやっぱ多いので、だからもっと減らそうというのはそういうところもあります。で、この前田さんという方もですね、論文でですね、まさにこういうふうにこうくっつけていけば早くなるよっていう論文があるんですけども、それをですね、この方は 手で全部シコシコやっていた、それは大変だろうということで、私はそれをこの論文を見て、自動的に作るようなものを作ったという感じですね。Ruby 1.9 から Ruby のビルドには Ruby が必要ということを聞いたことがある方もいらっしゃると思うんですけれども、そのさっき書いていた VM 生成系っていうのが、Ruby を必要とする部分の一部です。で、ターボール で配布されているバージョンにはもう生成されたものが入っているので、まあ最初はいらないということですね。で、なんかこうこの辺をいじったときにちゃんまた作り直そうというときに成績がいるので Ruby がいるということになっています。はい、で、評価、みんな大好きな評価です。この辺つまんないんですけど、まあ、さっき例外発生したときにどうのっていう話で、30万回を要するに Java でいうトライの部分ですね、トライの部分だけので例が一切発生しない場合は、Ruby だったら、まあ、何秒かかっていたのが Ruby、リアルだと0秒になったとか、まあ、なんかそんな話で、レスキュー、まあ、早くなったなっていうのが分かると。ただし、例外が実際に発生させるようなコードになると、逆に遅くなっちゃうんですね。ただ例外は発生するのは例外的なので、まあいいでしょうっていう、例外発生しないときに早い方がいいよねっていう話。で、あと、まあ、これ顕著な例ですね。このグラフの見方なんですけれども、これが、C Ruby 1.8 の Ruby から比べた値で、ここが1倍になってます。1倍、2倍、ここが16倍ですね。で、これに対してですね、どんどんこういろんな
最適化をくっつけていったというのがこのグラフで、ダイレクトスレッテッドコードにしたらちょっと早くなって、スペシャライズインストラクションというのは特化命令で、さっきのオプトプラスってやつですね。要するにセンドのオーバーヘッドはこれだけあったということですね。で、オペランドユニフィケーションとインストラクションユニフィケーションで、要するに融合させたらこれくらい早くなったっていう話で、インラインメソッドキャッシュというのはここで、ここではですね、ファイルループには、メソッド呼び出しが一切なくなったので、要するにスペシャライズインストラクションでプラスメソッドになくなったので、メソッド呼び出しを早くしても早くならない。で、さっきのスタックキャッシングをやると、ここまで早くなりましたというのがこのグラフです。で、アッカーマンなんかだと、非常に顕著ですっていう話ですね。で、なんかペントミノなんかのちょっと大きめなプログラムでも2倍かな、そこら早くなってるという感じ。で、マイクロベンチマークで、これちょっと古いので、2005年ぐらいに取ったデータので、1.9 とは即座に、比較できないんですけど、マクロベンチマークだと、大体2倍から、1.5 倍で、で、T ライアリーがちょっと遅くなってるんですね。で、遅くなってるのは、いろいろと理由があるんですけども、イーバルとかなんとかっていう、イーバル遅くなったからとかいう、そういう話もあるんですけども。はい、で、ここでちょっと注目したいのが、サイキックはあまり効いてないという。頑張って、あれだけ頑張ってやったにもかかわらずですね、早くなったのはこんなもんとかですね、いう感じで。やっぱり一番大きいのは VM 化だったなという話ですね。VM 化で、ガンとこうベース上げてるっていうのがわかる。あ、これスキームって書いてあるのは、Ruby で書いたスキームインタープリターの上でフィボナッチを動かしたっていう評価ですね。他の処理系ですね。Perl、Python、Go、Yarb で評価してみたら、ループを回すだけだったら Yarb が一番早いとかですね。スピードアップレシオなので、これが1倍の線で、CRuby からどれくらい速くなったか。だからアッカーマンというのはパールは C ルビーよりも2倍速かった、Python も2倍速かったっていうんですけども、やるみたいなこんなに速くなりましたとか、そういう感じですね。フィボナッチも。で、ファクトリアルが遅くなってるんですけど、ファクトリアルが遅いのは何でかっていうと、多倍長演算をやってる、多倍長演算のライブラリーのオーバーヘッドになってるっていう、そういう話です。要するに他の言語にあんまり、要するに Ruby 遅い遅いと言われてたんですけども、他の言語に引き劣らないぐらいになったという感じですね。で、じゃあここにマクロベンチマークちゃんと見せろよっていう話はあると思うんですけれども、他の言語でマクロベンチマーク書くのってすごい大変ですよね。ということで、他の言語で T ダイヤル書けるんですかって話なので、ちょっと待って、そこらまでは手をつけてませんという感じです。この辺はいいですね。で、今度は早くな、あまり最適化が効かなかった例で、タイムズっていうブロックでループ回すやつだと、VM 化によって2倍ぐらいガンと上がるんですけども、他の最適化が効かなかったっていうのは、要するにブロックを呼び出すオーバーヘッドっていうのは他の最適化を消すぐらい重かったっていう話で、他のやつですね、ちょっとこの話をこっちは置いといて、ここら辺を見るとですね、速くなってないっていうのが分かるわけですね。要するにこのようなテスト何やってるかっていうと、メモリガンガン使って、ライブラリーをガンガン使って、GC がガンガン起こってとか、そういうところ でそういうVM とは関係ないところにボトルネックがあるプログラムというのは VM 化によっては速くならないよという話です。で、カウントワーズは今これ1倍なんですけれども、実は今の評価、今の、Ruby1.9 で評価するのもっと遅くなってます。これなんでかっていうと、M17N っていう多言語対応のコードが入っているので、これが遅くなっているというのが、この 1.9 の現状です。これはおいおい M17N ライブラリーの中での最適化によって速くなるんではないかなと思っています。というわけで、VM 化の話は終わったので、でもういい時間なんですが、どうしますかって言いたくなっちゃったけど、もうちょっとやってみますか。じゃあ並列化の話しましょう。並列化。あ、VM 化に何かあります？ダーッと話しましたが、置いときますか。はい、いきます。並列化。Ruby は並列化できないよねって話ですね。で、マルチスレッドで並列に実行すればいいじゃんという話です。
で、今の C ルビーはどうなっているかっていうと、ユーザーレベルスレッドっていうふうに言われるような方式で、一つのネイティブスレッドの上でいろんなルビーのスレッドがことから1回動いているというタイムスライスによってぶった切っているという、まあ、そういうモデルです。でそういうモデルに対してですね、まあ、どんなモデルを適用しようかなと思うと、今のルビーのスレッドっていうのがこのネイティブスレッド1個の上でルビースレッドがいくつも乗っかっている状態に対して、まあ、こういうふうに、1対1ネイティブスレッドに対してルビースレッド1対1にするとか、ネイティブスレッド1個に対して、ルビースレッドいくつかっていうのをネイティブスレッドいくつか実現するっていうみたいなモデルとか、まあ、ありますけれども、まあ、単純のために、1対1モデルで、ルビーのスレッドを並列化しましょうという話をしています。これにしましたって話ですね。で、スレッドスケジューリングとかなんとかかんとかっていうのは、ほとんど、ネイティブスレッドの処理にお任せということをやっています。まあ、Pスレッドも扱ってるんですけど、まあ、Pスレッドの環境依存性についてはちょっといろいろと泣かされているというのが 1.9 での現状ですね。で、並列化するためには配達制御しなきゃいけないので、配達制御するタイミングっていうのはどういうものかっていうのを挙げると、まあ、大体こんな感じのがあるかなと。でこれをいかに短くするかっていうのが、まあ、問題になるわけですけれども、VM のデータって大体あのハッシュ表になっているので、そのハッシュを押さえてしまえばいい、終わりで、GC は残念ながら並列化していなくて、1回バリアして7スレッドで GC をしてリスタートするという方式にしています。で、まあ、この辺はちょっと細かいのでパスで、インラインキャッシュも、一貫性をいらない、一貫性を保持しなければいけないデータなんだけれども、キャッシュに対して毎回6個かけるというのは非常にバカらしいので、それを6個かけなくても済むような方式を提案しました。インラインキャッシュって何ですか？インラインキャッシュっていうのは、VA、メソッド呼び出しの時にキャッシュするところをとか、なんとか、命令列にキャッシュエントリーを埋め込んでしまうというもので、キャッシュする内容についてはメソッド呼び出し、メソッド検索の結果と定数検索の結果を入れています。いくつかの場所で使っているんですね。で、要するに命令列っていうのはいろいろなスレッドが同時にアクセスされるので、インコンシステンシーが生まれる可能性がある。要するにキーとバリューのインコンシステンシーが生まれる可能性がある。でそれをいかにロック不要にするかっていうのは、なんかカーネル読書会でのログになんか見たら似たような話があったんですけど、まあ似たようなことやってます。で今回の場合素晴らしいのは、これ Ruby には GC があるので、その GC にいろいろ任せることができるっていうのが一つの方式の、新しいかどうかは、まだきちんと調査してないんですけども、私は見つけられなかったので、新しいんじゃないかなと思います。であとスレッドセーフではないネイティブメソッドということで、 C ルビーっていうのは要するに C で書かれたメソッドの塊になってるんですね。でそいつらはですね、今までのルビースレッドっていうのは、あの C メソッドが動いてる間は一切プリエンプションしないという前提があったので、スレッドセーフになってないわけです。でそいつらを安全に動かすにはどうすればいいかということで、まあ単純にジャイアントロックで保護してあげようという話ですね。でジャイアントロックはですね、競合するっていうのがあって、競合するとむちゃくちゃ遅くなるんですよ。むちゃくちゃ遅くなるのをどうすればいいかということでですね、考えたのが、ネイティブスレッドが、マルチプロセッサー環境でですね、ネイティブスレッドを競合しているときにですね、ルビースレッド1とルビースレッド2が競合している、要するに C メソッドどっちもたくさん呼び出していて、こっち寝かしてこっち寝かしてとかやってすごいオーバーヘッドかかるということで、そういうときになったら、まあ、プロセッサーをこっちにお前ら、並列に動くなんていうふうにしてあげると、まあ、早くなるよという話ですね。で評価しました。評価して、まあ、生成のコストとかなんとか、まあ、この辺細かいから読みましょう。で、非常に単純な、評価ですね、まあ、8プロセッサーまでやってみて、フィボナッチとかは、単純に速くなって、で、フィボナッチプラス、文字列の操作とかっていうのは、速くなったですが、このマンデルブロット、マンデルブロット集合を求めるプログラムなんかは、すごい単純な、プログラムなので、Ruby のオブジェクトが GABA が使うので、要するにこれは GC が並列化されていないので、GC で、頭打ちになったって話。
だからコンキャテネートですね。コンキャテネートっていうのは、文字列を複数のスレッド、1文字列に対して複数スレッドがガンガンこう追記していくっていう、要するにこれは並列化できないですね、どんなプログラミング言語でも。でそういうことをやると、まあ1倍よりもそのロックのオーバーヘッドで速く遅くなるねっていうものになっています。で、さっきのですね、プロセッサーを制限するっていうことをやらないと、どんどん8倍、8プロセッサーだと遅くなっちゃうんですけども、まあ、お前ら競合しているから並列に実行するなっていうふうな、仕組みを入れてやると、まあ、そもそも1倍より速くなりようがないプログラムなんですけども、ロックのオーバーヘッドでここまで遅くなったのが、まあ、ここまでにもなりましたよという話をしていきます。はい。あ、質問。はい。これって競合が一時的な場合は、はい、また並列に走れるようになるんですか？はい。要するにこれは監視スレッドを1個用意していて、まあ定期的に監視して、まあもう大丈夫だねって言ったらなしです、解放するっていう。でもちろんそこのチューニングは実はすごい難しいと思うんですけど、まあここではこのテストのようにチューニングされた値を書いてます。だそこはアプリケーション開発者が頑張ってくださいというスタンスですね。入ってません。というのは、そうですね、言い忘れてたんですけど、この並列化の話は一切、1.9 には入っていません。 1.9 というのはやっぱり、ものすごい保守的な技術しか入ってないというのが、まあ後で言いますよ、それは。はい。分析はまあ、まあ非常に妥当な結果ですよねという話ですね。でまとめで、まあ早くなったよねという話。あ、そっか。全然こう理論で何を言われたかって話をしてませんでしたね。平木先生というその、まあ、性能にすごい命かけてる方がおっしゃったことには、ベンチマークをなんでまともなのをちゃんと作んないんだっていうのは怒られました。でこれはまさにおっしゃる通りで、ベンチマークさえきちんとすればあとは何やってもいいんだという。何やっても早くすれば勝ちっていうんで、ベンチマークの妥当性がきちんと言えれば、あとはそのどんなに汚いことしても OK と。逆にその言えなくて、例えばフィボナッチをどんな風に早くするかっていう話をしていても、じゃあその Ruby のティピカルなアプリケーションを聞くのかっていうと聞かないわけですね。というわけで、その辺はそのベンチマークに関しては非常に突っ込まれました。あと、萩谷先生から突っ込まれたのは、動的なところを持った、今回の、萩谷先生と千葉先生ですねに突っ込まれたのは、動的な部分、 Ruby というのは動的な部分がたくさんあるので、だから静的な部分をいかに早く使って早くするかというのが私の研究だったわけですが、その動的な部分をいかにもっと早くするっていうその抜本的な話はないのかっていう話で、ありませんっていう答えなんですけど、まあやっぱそこは欲しかったよねというふうに言われたというのがありました。あと、そう、千葉先生と田中明さんっていう、まあ、Ruby のコミッターの方が、ダイビルの10回いるので近いから見てきて、来てって来てもらったんですけど、その人に突っ込まれたのが、Ruby の開発が、これ全然 D4 と関係ないんですけど、 Ruby の開発がリアル文の導入によって松本さんがいじれなくなってしまったということで、 Ruby の進化が遅くなってしまったんではないかという、そんな言われても困るよって話です。だけど、まあ、これに対してはですね、まあ、松本さんいいって言ってるし、いいんじゃないっていう感じですね。でも VM 固定のまま、はい、そのシンタックスとかパーサー変えることはいろいろでいいんですか？そこの構造がですね、その今実は今まで話してきたことってすごくシンプルなところで、実は例えばさっきのスタックフレームの話でも、例えば Eval ではこのスタックをこんな風に、ここのところをこう変えてこう変えてとか、なんかそういう細かいところがあって、その細かいところをいじろうとすると私じゃないともういじれない構造になっていて、松本さんにいじられないところになってくるんじゃないかとか、あとさっきの VM の命令を知ってないと、例えばシンタックス変えてもこの命令コンパイラーを変えなきゃいけないということで、コンパイラーをいじらなきゃいけないっていうオーバーヘッドが増えてしまったっていうのがあるんですね。そんなこと言うんだったらもっと早めに止めろよって思うんですけど、いやいや、それはその、あの場はオフェンスとディフェンスの場だったので、まあ、そういうご質問あったと思うんですけど、まあ松本さんも変えるって言ってたし、いいじゃんっていうところですね。まあ、覚えているのはその辺ですかね。はい。で、まあ、今後の課題は今後の課題でいいですね。はい。まあ、この辺はまあ、博士論文の発表なので、まあ、なんか成果をとか言って、まあ、なんかこういうふうに書いておくと、なんかたくさんやってる気がしますよね。で、
今後の展望、今後の展望、本当かよって感じですけど、そう、この話っていうのはですね、Ruby の今までのアプリケーションを速くするっていう研究では実はないんですよ。というのはですね、Ruby を書いてる人って大体文字列操作とか、なんかそういうところが多いですよね。で、要するにそれは Ruby が遅いところを使わなかった、使わないことが主目的になって、要するに使わないことでそのオーバーヘッドになる部分を、まあ、避けていたとかっていうところだと思うので、今まで使っていた Ruby がむちゃくちゃ速くなるってわけではないっていうのがこの VM 化によって得られる恩恵なんですね。で、得られる、すみません、ちょっと言葉変でした。で、得られる恩恵っていうのは今まで Ruby が不得意としてきたですね、例えば数値演算とかその辺がですね、まあ、今回の VM 化によって速くなったっていうのが VM 化による恩恵ではないかと。で、Ruby の利用可能範囲の拡大というのはまさにそこを示していることですね。でもあとはまあこうユタなのでいいよ。で、最後にこれなんだっけ、ジョエル・スポルスキーさんがさっきの話の続きにですね、まあ、バイトコードコンパイラー作ってるのは知ってるんだけど、それができたらもっと良くなるよねって言って、まあ、それ作りましたっていう話で、おしまいです。どうもありがとうございました。何か質問とかありますかね。はい。誰か。あ、どうぞどうぞ。自動並列はやらないんですか。自動並列化をやらないか。楽しそうじゃないですか。スクリプト屋さんがやっぱり自前でスレッド作ってて面倒くさいじゃないですか。はい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 。ですね、まあいろいろな考え方があると思うんですけれども、まず自動では無理というのは、自動では無理というのは、やっぱ配達制御どこにかけるかっていうのはよくわかんないんですよね。例えばプログラムによってはRuby っていうのはこう何とかと each ってやると、まあ、繰り返しが走るので、じゃあその each っていうのがパラで走ればいいじゃんとか、まあ、思うわけですけれども、そこは実際にそのパラで走っていいのかっていうのはやっぱりプログラマーじゃんって分かんないので、できることっていうのは例えばそのパラ each っていうのに並列にできてもいい、例えば p each みたいなのを作るとかで走っていいところだけ走らせるとかっていうのはありかなと。コンパイラー判断したらいいんだけど、でそこに関してはですね、まあC のコンパイラーでさえそれができていない現状で Ruby でできるわけがないというのが答えなんですけども動的な部分がやっぱり大きいんですよね。さっき言ったように1たす1っていうのが2を返すかどうか分かんないんですよ、 Ruby って。でそのレベルから考え出すとですね、まあ、できないのが分かる。ただですね、誰も1たす1なんて再定義しないわけですから、その辺をですね、よくあるようなパターンを見つけてそれを並列化するというのはありかなとは思っています。で将来何らかのこう、で今のはこう、ソリュードの並列化の話ですね。要するにプログラム単位、大きな単位で並列化はちょっと難しいんではないかというのが私の見解で、もっと密な範囲、例えば VM のインストラクションをこの命令とこの命令は実際に並列に走らせられるという、要するにスーパースカラがやっていることができるのかといったらきっとできる。でそれをやったらどれくらい速くなるかっていうのはよくわからない。で、実はそこはちょっとやりたいと思ってます。まあ、それが例えば1命令の流度だったら速くなりようがないわけですけれども、それがもうちょっと束になって10命令、20命令っていうので並列化できることが分かって、で並列に実行しても安全だっていうのがきちんと証明できるようなものが何かあればできるんじゃないかなと思っています。まあ、その辺すごく面白い話ですよね。で今やろうとしているのが今後の課題で言ってたかな、これですね、マルチ VM の話はで、なんかこうスレッドではない並列化っていうのは実は必須だなと思っているので、であとシンタックス変えて何とかするっていうのは実にルディ捨てってことなんですけど、Ruby ではやっぱりこう制限がきついので、 Ruby みたいな言語で並列化するっていうのはもちろん十分あり得る話だと思っています。
まあ、いろんなレベルで話、並列の話はできるかなと思っていますね。はい、で、あ、そう、1.9 の話しようと思って忘れてたんで、ついでにちょっと、1.9、あ、ごめん、1.9.1 になってる。1.9.0 ですね。リリース予定、はてな、あ、ほら、はてな、ついてました。よかったよかった。今まで行ったサイト一家でですね、実はほとんどのサイト一家無効にしてリリースしてます。っていうのは、あのテストが十分ではないっていうのと、さっき言ったように、この命令とこの命令をくっつけたら早くなるっていうのは、やっぱアプリケーション依存で、で、例えば本番でリリースするとなると、広い目で見て、これとこれいいよねっていう命令を探さなきゃいけなくて、その努力をまだしていないので、要するにですね、まだ早くなる可能性はたくさんあるということですね。うん。で、並列化はしていません。という感じですね。並列化しないっていうのは、今回の話実はちょっとずるくてですね、データ構造の並列化、要するにストリングの並列化、ストリングのメソッドの並列化とか、ストリング、アレイですね、アレイ のメソッドの並列化、要するに並列化に適したデータ構造の話は一切やってないんですよね。それはライブラリの話ですからって言って。ただ文字列がない、文字列が並列に動かない Ruby っていうのは、やっぱり多分、使っても嬉しくない、要するにフィボナッチしか速くなりませんってなって、ちょっと、あれなので、実はそこがやってないので入れてないっていうのがありますね。で、そこをやるにはどうすればいいかっていうと、その C 言語で書かれた1万行、2万行のストリングとかアレイのコードを全部書き直す必要がある。で、それはちょっとこの期間では無理だったのでやってない。で、今後やるかどうかちょっと分かんないんですけども。まあそんな感じですね。要するにパラレルの話は、とりあえずこれは研究の話というか。で、VM の話は、とんがった最適化というか、その辺は、まだ入っていないというのが状況というのをちょっと知っておいていただければなと。なので Ruby、さっきの18倍速くなった、20倍速くなったって言って、お家で帰ってみたら速くなってないじゃんっていうのは、まさにそういうのが理由になっています。さっき、平木先生のお話が、はい、ベンチマークを作るっていうのはどういう感じでやるんですかね。ベンチマーク作るって言ったら、やっぱりその、まあ、スペックがどう作られているかっていうのと同じような話になるかと思うんですけども、よく使われている Ruby のアプリケーション、まあ、そうすると Rails っていう言葉しか出てこないような気がするんですけども、まあ、Rails のベンチマーク、Rails でよく使われている部分のベンチマークを持ってきたりとか、ボトルネックになる部分を持ってきたりとかっていう話になります。で、文法からしていろいろ変わっているので、実は 1.9 では Rails 動かないんですよね。で、そういう意味でもちょっとベンチマーク、きちんとした、有用なというか、よく使われている Ruby っぽいベンチマークというのはなかなかできていない。でですね、よく最近メディアでですね、この Ruby のベンチマークで、例えば JRuby がこんなに速くなったとかですね、YARM がこんなに速くなったっていうのが、なんか時々出てちらほらと見かけるんですけども、実はあれ、私が作ったベンチマークを使っていてですね、で私が作ったベンチマーク何かっていうとですね、YARM がどれくらい速くなったのかっていうベンチマークで、YARM で速くなったところを入れたベンチマークなんですね。なのでですね、YARM と比べて速くなるのは実は当たり前のところがあって、なので、ベンチマークを信用しちゃいけないよねっていうのが一つあるんですけど、まあ、そういうところがあるので、ちょっと、気をつけてみていただければなと思っています。シュートアウトっていうページでですね、から取ってきたベンチマークは、私の手が入ってないベンチマークなので、それなりに、いいかなと思うんですけども、例えばですね、なんかこう、ベンチマークの名前で VM なんとかって書いてあったら、それは VM の1機能を調べたもので、私が早くした VM の機能を調べたベンチマークだなっていうところなので、その辺で一喜一憂している海外の人に対してはちょっとまず、なんか言わないとまずいなと思っています。はい、変わりますか。はい、なんか GC が結構ボトルネックになっているイメージが、はい、今の Ruby の GC って結構単純な、はいはいはい、マークスイープ、保守的なマーク&スイープです。はい、そこはなんか1でですね、はい、まず GC で例えばジェネレーションのにすればいいじゃんとか言うんですけど、保守的ってところがやっぱ気になるんですよね。で、それをするにはライトバリアがいて、でライトバリアのコストとその並列、ジェネレーショナルによって得られるコスト、ゲインっていうのが、実は最近の Ruby のバージョンだと釣り合わなくなっていて、 1.6 の場合だと速くなるっていう理論を書いた方がいて、でそれは、まあ、1.6 の時代では速くなったんだけど、 1.7、1.8 の時代では実はそれであんまり効果がなかったというのが分かっているので入れてません、入れてないというのが現状です。で、
保守的なのっていうのがあるので、要するに C のコードに全部ライトバリアのコードを挟まなきゃいけないっていう問題があって、で、そのライトバリアを挟むっていうのはですね、実はすごくこうフラストレーション、C で書いてる人にとってはフラストレーションをたまる作業になるかもしれないというかもじゃないです。かもじゃないですか。確実ね。はい。まあ実はこう C で書いてたらバラダイルつけなきゃいけないとか、こうテイルコールオプティマイゼーションを気にしなきゃいけないとかいろいろあるんですけれども、まあ今だと何も気にせずに、あまり気にせずに書けちゃうので、それを制限する可能性があります。なので GC に関してはちょっとやっていないんですけど、ただ並列 GC に関してはそれとは関係なくて、やろうと言えばできる話だと思ってやりたいですね。あと、そう、カーネル読書会っぽく言うと、例えば OS がですね、メモリー、例えばこうページ操作のをページ操作のイベントをアップコールしてくれる機能とかですね、なんかそういうのがあると実はライトバリアも簡単に作れるという論文がベームさんが書いてたりとかですね、いろいろとあるんですけれども、その辺まあなんかあったりですね、まあ要するに OS と連携してなんか実施早くしようというのは面白いかなと思っています。はい、他ありますでしょうか。さっき、はい、ここでバルドが遅くなってたね。はいはい、はい、なぜかゲーム化によるのか、それとも検討しようか。EVAL が遅くなったのは、要するに、Ruby の、コンパイル時には、ごめんなさい、実行っていうのは、EVAL の実行っていうのは、文字列から抽象構文儀を作って、抽象構文儀からコンパイルして命令列を作って、で、実行というふうになりますよね。で、そのコンパイルっていう部分が今まではなかったので、そこが純粋なオーバーヘッドになってるわけです。っていうのが、遅くなった理由。でもちろんその EVAL の中が十分でかければ、そこの中が、そこの中だけ見てれば、そこの中の実行オーバーヘッドによ実行の時間でその EVAL コンパイル時間のオーバーヘッドは消えるんですけれども、まあ今回の場合は十分T ダイアリーとかの場合は多分設定ファイルをロードするコストとかなんかそういうのがガッとあってっていうことじゃないかなというふうに思っています。できますのでやりたいとは思っていますが、例えば、EVAL をどういうときに使うかって考えると、要するにいろいろ変えた文字列をやるんですよね。やることが多いんですよね。ということはキャッシュできないんですよ。というわけで、どれくらいキャッシュが効くか分かんない、できるんだけどどれくらい効くか分かんないっていうのが。でさっき萩谷先生のコメントで、その動的な部分を速くすることはできないのかって話、抜本的に変えて速くすることはできないのかって話があって、まさにそこはそういうところにつながる話かなと思っていて、そこはぜひ何か手があればなと思っています。例えば EVAL はコンパイル時間を速くするためになんか最適化をしないとかね、コンパイルはもうすごい単純なものにしちゃうとかっていうのはありますね。他ありますか。はい、さっき今日の話多分DO の話で結構、はい、まあ、先端の話されてる、はい、で先ほど話されてた、まあ、そこに行くまでを作る期間作られたらしんどいわけですね、はいはいはい、その中でも特にしんどかったところ、特に Java を実装されてるかとおっしゃられてるので、はい、要するに Java と Ruby で違くて、そうですね、まあ、一番簡単に言えるのはクロージャーがやっぱ大変だったっていう話があって、うん、あれは、うん、ポインター操作がちょっと大変だったっていうのと、あと Ruby の言語仕様で、まあ、これも EVAL になるんですけど、 EVAL するとコンテキストが変わるっていうのがあって、でその変わるコンテキストが何かを調べる追跡するのが実はちゃんとしたドキュメントがなくてですねそこから大変だった、YARM の開発で一番大変だったやっぱり Ruby の仕様調べかなっていうのもあるんですけども、まあ、それを置いといて、例えばクラス探索のコンテキストっていうのは実は皆さんご存知ですかっていう、きちんと言える方はあまりいないと思うんですけども、 Ruby のクラス探索をのパスをこの時にはこういうふうに変えるとか、なんかその辺をですねきちんと実装するのはすごい大変でした。はい、あとは、ね、まあ、はい、その Ruby の仕様を確認するためのテストコードってかなり膨大に増えたんですか。実はですね、その辺は人に聞きながらとか、まあ書いては捨てってやってたんで、あんまり
そのきちんとしたテストコードにはなってないですね。その辺はJRuby の人たちとかが頑張ってやってる感じです。もう私の場合ソースコード読んでとかの方が多かったのかな。まあもちろん実際に実行してやってたのもあるんですけど、その辺は特にテストケースではなくて書き捨てのプログラムで確認していたので、そういう蓄積はないですね。それも、もしかしたらやっとけばよかったかもしれないですね。デグレとかって結構あるんですか？はい。デグレとか結構あるんですか？デグレ、どこからどこに？ああ、その昔はこう直したので、別の直した。昔の。昔というのはヤルブのレベルですか？それとも Ruby の話、Ruby では直してたのにヤルブに入れたらダメになっちゃったって話？ヤルブ全体とか書き捨てとかだったんですね。ああ。でもあんまりない。もちろんそれは、バグがあったら必ずテストケースは加えるようにしているので、はい、それに関しては、入れてます。 それで 1.9 からですね、私がこう懇願してですね、頼むからこう紅白テストをちゃんと入れてくれというふうに入れたんです。要するにこのコードを書く、このスクリプトを走らせると紅白っていうのは、まあ、Ruby ではよくある話なんですけれども、そういうのってテスト、例えばユニットテストに入れるとユニットテスト全体が止まっちゃうんですよね。でそこはユニットテストに入れられないって形で、あんまりまともなテストケースがなかったんですけども、それをきちんとできるように Ruby のコード、 Ruby をコプロセスとして走らせて確認するっていうコードが入っているので、そこに関してはなんか新しいブートストラップテストっていうのがあるんですけども、それによって解決できているかなと思っています。まあ、テストはかなり増えてますね。いろんな方が頑張ってやったので。他ありますか？ X86 以外への移植性は変わりはないんですか？はい、X86 以外への移植性に関しては、X86 っていうよりは、例えば Pthread 実装してますかっていう話とか。要するに Pthread ないと今動かないような形になってるんですね。先ほどネイティブスレッドの話をして、並列化の話でネイティブスレッドの話をしたんですけども、並列化はしないんだけどネイティブスレッドは使ってます。でそれはジャイアントロックで必ず一つの Ruby スレッドしか走らないようにはなっていて、それは何でかっていうと、いろいろと P スレッド使った方がシンプルになるかなというふうに思ったんですけども、まあ、例えば NetBSD だと P スレッド使ったらうんとかいう話とかいろいろあって、ちょっと今難儀している状態ではありますね。で多分一番の移植性の問題はネイティブスレッド、P スレッドがあるかどうか、 P スレッドか Windows スレッドがあるかどうかということになると思います。他何かあったかな、ちょっとわかんないですけど、それ以外は多分大丈夫じゃないかなと思っています。ですね、はい、一応ピザも来て8時半ぐらいなんで、ぼちぼち、ピザパーティーにしようかなと思うんですが、インターネットの、あ、ネットと、はい、どういうですか、インターネットをご覧の皆さんというわけでですね、これから我々はピザのパーティーに入りますということで、ワイラグの関連読書会にまだいらっしゃった経験ない方は、一度ぜひ遊びに来ていただければなというふうに思います。で、一応1000円で、やりますので、皆さん、お釣りのないようにということで、本日は笹田さんどうもありがとうございました。